いよいよ各品目を盛り込んでいきます。今回は浅めの一段重を使います。解凍が必要なものはあらかじめ冷蔵庫に置いて自然解凍をしておきます。準備が整ったら冷蔵庫からすべての保存容器を取り出します。また青葉もすぐに使えるよう用意しておきましょう。盛り付けはまず盛り付けるお重や器を真正面に置き、完成図を想像するところから始めます。最初に置くのは形がしっかりしていて大きめのもの。真ん中に置くとそればかりが目立つので中心をずらしておき角を決めます。次に 2,3 品ほど置いてみましょう。バランスを見て置き直していっても構いません。続いて巻物や型抜きなど高さを揃えて切ったものを盛り付けていきます。エビは汁気を拭ってから中心付近に置いていきます。黄色いものや赤いものなど色が目立つものを意識して盛り付けます。さらに形のはっきりとしないものを盛り付けていきます。箱の隅ギリギリまで詰めず少しの隙間を残すようにしましょう。黒豆、田作り、数の子、なます、栗きんとんなどは笹カップに入れて盛り付けます。笹の葉をくるりと巻いて爪楊枝で留めるだけで簡単に作れるこの笹カップは、汁気のあるものやまとまりにくいものを盛り付けるときにとても重宝します。青葉の長さをハサミで調節しながら素材の隙間、箱の内側の隙間を埋めるように飾ります。最後にまだ手をつけていませんよという印に裏白をかぶせれば盛り付け完了です。ここで紹介した盛り付けはあくまでも一例です。それぞれの家族の形に合わせて気ままに柔軟に盛り付けをアレンジしてみてください。